イリュリア州、イリュリア州、または、イリリエンヌ州、プロバンスイリリエンヌ、イリルスケプロヴィンツェ、イリルスケポクライネ、プロヴィンチェイリリケは、アドリア海北岸から東岸にかけ、フランス帝国が設置した州。名称は、ナポレオン帝政下の南スラブ人州という意味合いで、古代のイリュリアの名を冠していた。日本では、イリュリア諸州、イリュリア諸州、との表記も見られるが、以下の文では、 イルュリア州で統一する。バグラムの戦いで敗北していたオーストリア帝国が、1809年のシェーンブルン条約で、ケルンテン、クライン、サバ川南西のクロアチア、コリツヤ及びグラディスカ、トリエステをフランスへ活上したことで成立した。これらの領土は、アドリア海の北から東にかけて続き、ダルマチアと連合して、イルュリア州となった。事実上フランスの一部であり、 州都はリブラナ、スロベニアとなった。ラグーサ共和国領は1808年にフランスに併合され、イリュリア州にまとめられた。総督が治めるフランス行政府は州の至るところにフランス民法典を導入した。オーギュスト・マルモンが1809年10月に初代州総督に任命され、彼は1811年1月までその地位にあった。 1811年4月9日、アンディー・コールがィ・アン・ベルトランが公認となり、1812年2月に3代目、総督ジャン・イ・コール・ワンド・シュ・ジュノーが着任した。4代目で最後の総督となったのは、ジョゼフ・フィシェで、彼は1813年7月に任命されわずか1ヶ月、在任しただけだった。オーストリアが侵攻してきたためである。イギリス海軍は、 ティルジット条約以降効果的なアドリア海封鎖を行い、商船を停止させ、ダルマチア沿岸諸都市の経済に深刻な影響を与えた。フランスイコール、イタリア連合軍がイギリス海軍が押さえたビストを確保しようとしたが、1810年10月22日に失敗した。再度ビスト上陸を狙うが、1811年3月のリッサ海戦で、 イギリスの艦隊に大を喫した。1813年8月、オーストリアはフランスに戦線復刻した。フランツ・トマシュヒ率いるオーストリア軍はイルリア州へ侵攻した。クロアチア軍はかつての創始国に重厚を向けフランス側へ着いた。34日間の包囲後、ザダルは1813年12月6日にオーストリアへ降伏した。トゥブロブニクでは暴動で、 フランス人が追放され、ラグーサ共和国復活を願って、ラグーサ州行政が設置された。ドゥブロブニクは1813年9月にオーストリア軍が占領した。コトルワント周辺部は1813年にモンテネグロ君主国が占領した。オーストリア軍はモンテネグロ主教公へ6月11日にオーストリア行政下の領土を委任した。1815年6月に、 ワーテルローの戦いで勝利したイギリスは、7月に入ってから占領していた、ダルマチア諸島から退却した。州は事実上7つの県からなっていた。カリンティア、ケントリンツ、イストリア、ケントトリエステ、カルニオラ、ケントリブラナ、民生クロアチア、ケントカルロバツ、クロアチア軍政管区、ケント西に、ダルマチア、ケント、ザダル、そしてラグーサー及び、コトル、 県とドゥブロブニクであった。1811年、イルリア州は行政再編を行った。総督の所在地は、リブリアナとなった。州は事実上、県に相当する4つの地方行政区、リブリアナ、カルロバツ、トリエステ、ザダルト10の軍とに分割された。1年後、地方行政区は、フィラッハ、ゴリツヤ、リエカ、昇格したドゥブロブニクを加えて8になった。 二つの貿易事務所がトリエステとドゥブロブニクに開設された。州内で優勢であるカトリックの教会制度が新たに生まれた政治的国境のために再編された。二つの大使教座がリブリナとザダルに設置され、コリツヤ、コペル、シベニク、スプリト、ドゥブロブニクの属使教座が設置された。1811年時点の人口は、 リブリアナ行政区において46万116人で、カルロバツ行政区で38万1000人、トリエステ行政区で35万7857人、ザダル行政区で30万5285人、イリリア州全体の合計は150万4258人であった。フランスの法令でユダヤ人が解放された。このユダヤ人解放法令の効果は八百十五年以後、 ハプスブルク家の制限で廃止された。ユダヤ人は法律でカルニオラ内での移動を禁じられた。イルリア州内には25校のギムナジウムがあった。交付書が州の公式新聞テレグラフオフィシエルにフランス語、ドイツ語、スロベニア語で一斉に掲載された。このスラブ語の公用語への登用は現代スロベニア語の発展へ大きな影響を与えた。州政府は 管理として、スロベニア人を多く採用したが、彼らの中でフランス語に長けたものが少ないため、スロベニア語を公用語としたのである。18世紀終盤、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、啓蒙思想をもって、中央集権化を図り、この政策の一環として、行政機関でのドイツ語使用を義務付けた。同じ時代には、ロマン主義の運動、フランス革命思想の導入が、 バルカン半島の諸民族の間になされていた。フランスによる支配には、重税といった否定的側面もあったが、ドイツ界の反感が働き知識階級などは、概ねフランスの政策に、好意的であった。1811年から1813年の間、フランス人作家シャルル・ノディエは、新聞編集者として、ルブラナで働いていた。ウィーン議定書で、オーストリアが、 イリュリア州所有を認められた。1816年、オーストリアは帝国直轄領のダルマチアとデュブロブニクを除いて、カリンティア、カルニオラ、スロベニアイストリアの3地方をイリュリア王国として再度設置した。クロアチアの民政はハンガリー行政下で1822年に始まった。ウィーン政府が治めるイリュリア王国とは違い、クロアチアの裁定を行うのはプレスブルク、 現在のブラチスラバにあるハンガリー議会であった。中世にクロアチア王国を支配していった歴史を持つハンガリーは、クロアチアをハンガリーに従属する地方とみなし、強力なハンガリー化を押し付けてきたため、両者の衝突が激しさを増していった。クレメンス・メッテルニヒが最小となると、イリュリア王国の行政、教育分野で再度強力なドイツ化が押し進められ、 民族的自覚の行動一切が弾圧の対象となった。イルリア王国が正式に廃止されたのは1849年だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。